はい、こんにちは。キララファンタジア、私のできることを。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、これで準備はできたかな。さあ出発だね。ラブラボ本当に参戦するのかな。中野あずさ、できました。無事帰ってきたよ。よくできました。気合を入れてくぞ。このくらい楽勝でしょう。従業員にならないなんてね。さあ今回はですね、今回は先ほどソラ様に驚かれたのですが、何か変でしょうか。収集クエスト、ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。ということでチアパワー準備 OK です。行きましょう。って言っても出番ないだろうけどな。さあ行くよ。危ない。きっと大丈夫。派手にやっちゃいましょう。全部やるつもりなのでテンポアップ。みんなを守って。今は我慢の時だね。無理しないでよ。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。行きますよ。スーパーブリザード。こうやって。きっと勝てるって思ってました。やめる時も健やかなる時も知恵をやると誓います。今日は何してソーニャちゃんと遊ぼうかな。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。
召喚。おはようございます。噛んじゃいました。優勝不召喚がほんと多いな。金絞りに来てるな。先ほどソラ様に驚かれたのですが、何か変でしょうか。ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。準備 OK です。行きましょう。私が何とかしないと。無理しないでよ。どうかな、聞いたかな。子供扱いして慣れないでください。私が助けるね。どうかな、聞いたかな。やっちゃいますよ。やむを得ないね。今は我慢の時だね。派手にやっちゃいましょう。使えるときはきっとあるんで。みんなと一緒ならできるよ。間違えた。そう、チアパワーも使ってみる。こんなことだってできるんだよ。どうかな。気をつけて。そうするんだ。やるしかないもん。どう？私役に立った？危ない！これ以上邪魔したら許さないから。やったー！勝った勝った！やめる時も。なる時も。ほんまね。出発進行。よし頑張ります。みんなを守って。きっと大丈夫。強いですよね、ここまでは。ここでエコハネ投入。張り切っていこう。あ、回復薬なんだ。チアパワーだよ。お願い、間に合って。派手にやっちゃいましょう。みんな来てくれたんだ。ありがとう。元気モリモリ。まだあるよ。モリあげよう。どう？似合ってるかな？あ、つった。行かなくても。ひどい。正義の鉄槌を負けないぜ。よっ！
づいたかい？僕からほとばしるオーラに。僕の力では朝飯前かな。ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。コンもいるし、いろいろいるな。選び放題。まあ、今日もコン選ぼう。準備 OK です。行きましょう。どんな時も頑張るファイ。みんなを守って。今は我慢の時だね。こうかな。それに倒せなくなってきた。やむを得ないね。私だって本気になるんだよ。これもう消えたんだ。こりゃまたきつそう。負けないぜ。とどめをさせなくなる。気づいたかい？僕からほとばしるオーラに。来た！アイディアが降りてきたぞ。なんか強い。お願い、間に合って。お願い、子供扱いして舐めないでください。できないです。ここで投入。もう投入です。戦闘態勢に入るわ。ダメージ与え合うんだな。一か八か、やってみるわ。こんなところに敵だなんて。こんな時ちょっと大丈夫。花嫁の強さ見せてあげるわ。ミノ、まだまだよ。あらら、私としたことが。急いで消さなきゃ。キツネの嫁入りね。次も頑張ります。ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。次、まあ、属性が変わります。水属性。ルキ、私もご一緒させてもらおう。出ましたね。ここまでです。支援するぞ。当然これから使っていきます。その通り。この技なら。ちょっとココアが知能が強すぎる。正面突破できます。この技なら。ここは任せてください。この私が盾となる。ヤフン。心配はいらないです。あれじゃ決まるからな。みんな、行くわよ。フラワーシャワーダンス。ルキツ。やったわね。ルキ、このルキ欲しいが。ウェディングパワーとチアパワーで、みんなを元気にするぞ。もう一回いる気。コンビニより遠いのか。見過ごすわけにはいきません。こ
これでどうですか？助け立ちいたそう。時間はかけたくありません。さあ今のうちに。ギャフン。いつもこいつギャフンしか言ってんのよ。任せてください。当たってください。私だってやる気ですよ。この私が盾となる。ヤフン。みんな行くわよ。ちょっと待って、これです。いきます。続きです。これが私。ドレスもすごく綺麗。これならきっと大丈夫です。綺麗な衣装でも一番大切なのは笑顔よ。こしつじちゃん、どうして私の前には王子様が現れないのよ。招待状もパーティーの準備も完璧なのに。よかった、勝てたわね。すごいな。ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。上級回復しないと。どんどんパワーアップ、もしくはあれさせます。クリアいますね。行きましょう。さあ参りましょう。クリアってほとんど使ってないんだよな。お手柔らかにお願いしたいです。ここは我慢です。ここまでです。お、とどめさせなくなってる。支援するぞ。時間はかけたくありません。私だってやる気ですよ。さか油断はできないものです。悪さは許しませんよ。交代。すごい。すごい迫力です。お勉強のたまものです。開きますよ。サリーさん、ユミさん、力を貸してくださるのですか。ありがとうございました。スーパー先駆さんモード、スーパー先駆さんタイムか。ウェディングパワーとチアパワーでみんなを元気にするぞ。最後超級です。まだ使ってないのはセサミか。セサミはどっちもありますね。セサミはブライダルモードはまだ使ってないんじゃないかな。セサミ行きましょう。頑張って皆様のお力になります。スリルがありますね。緊張します。気合を入れて、いざ。ここは我慢です。やめて。時間はかけたくありません。倒せなくなってきてますね。一応でも行っちゃえ。行きたい。支援するぞ。任せてください。悪さは許しませんよ。この技なら。タイプタイプがいない。
ょう。この私が盾となる。回復タイプで勝負しよう。皆さんお願いします。少し待ってください。ここをこうして。できました。すごい。どうぞ。しかしこのままでは正面突破できましょう。攻められた時やばいな。さあ始めましょう。さあ参りましょうか。あら立派なケーキですね。さあ配ってきてください。皆さんも楽しんでください。まったく晴れの日になんて不粋な。出て行きなさい、うん、ブーケの代わりにどうぞ。幸せの嘘分けです。まあ当然です。すごいね。必殺技ランブ。まだスタミナ余裕ありますよね。いけますよね。花嫁さんでチアって幸せをたくさん呼べそう。いっぱい。あ、消しちゃった。使ってない人はクリア。ひな祭りとかもあるんだ。セサミブライザーはノーマルセサミはまだですね。ノーマル武器ってなかなか持ってる人少ないんかな。とりあえずノーマルセサミ行ってみよう。あった。これもバリスタになるための修行です。よしやりきますよ。気合を入れて、いざ。助け出しいたそう。当然自分がね。ヤフン。当たってください。さあ、今のうちに。心配はいらないです。時間はかけたくありません。やってくれるうちはいいですけどね。平気です。行くぞ。倒した倒した。さあ始めました。参りましょうか。万物の根源たるにその深淵なる力を持って邪悪を。ハイドロバースト。これぞ水も滴るいい女ですね。気合を入れて、いざ。一つ策を練りましょうか。すごい。迅速に行きましょう。やめる時も。もう一回だけ。カホ貢ぎなんか見たことないな。怖くない、怖くない、怖くない。ボーナスつかないけどやってみよう。見過ごすわけにはいきません。ここは我慢です。見られてます、見られてます。この技なら
もやれますから。来た、近づけ。任せてください。私もやれますから。当たってください。ここで交代。バトルバトル、行くも世話が焼けるんだから。あー、えい、ー、せい、どういう取り方なんだ。遅いぞ、こっちだ。確かに透明させる。あと一気に片付けちゃおう。皆さんお願いします。何かな、もうおいしょっと、どこかコーヒーが、俺が間違えた、こっちだ。防御力上げます。少し待ってください。こう、こうして、できました。すごいわ。どうぞ。必殺ラテアート。勝ててよかったです。かなり稼ぎましたね。花嫁さんでチアって、幸せをたくさん呼べそう。いっぱい応援する。助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。色調パンフレット20、なんだろう。トレードショップに行きます。おはよう。要件は当然これです。こっちは今だけ。インゲージリーグ100があるか。交渉成立。あ、一個持ってるんですね。超強敵クエストは次回に行います。あとはこれか。ちょっと待って、それでいいのか。アルミネーションが1、小春日和が1。アルミネーションかな。交渉成立。あとやっぱパワーアップをしないといけないですよね。ということで、全部買いましょう。交渉成立。2回強敵挑戦できるってことか。こっちは今だけ。また来い。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びます。私、ちのちゃんとお互いの、日本語難しい。あ、なんと、ちのちゃんとお互いのお店で立派な看板娘になれたらいいわね。そっか、ココアのお店じゃないんだな。好きな人と一緒なら楽しいも2倍です。少し、ありがとうございます。すっごく助かりました。
やすいので日差しがちょっと心配です。コーヒーあんみつ、私大人になりたい、そして威張りたい。はい、というわけで、まあ74か、まだまだこれからですよね。お金もたまりまくって何に使っていいのか正直わからない状態だよな。朝のトレーニング気持ちいいわね。パーティー4は80以上で開きます。はい、というわけで今回はブライダル、先ほどサラ様に驚かれたのですが、何か変でしょうか。収集クエストをお送りいたしました。残る調教的クエスト、それは後日談も解放されるようなので、次回はそちらをやっていこうと思いますので、見てください。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。今まで遊んだキラーファンタジアの記録、プレイリストとして説明欄に載せております。こちらをぜひご覧いただければと思います。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。